今回は寿屋さんのアルカナディアのソフィエラを作っていきます。ちょっと小改造も予定しています。
い尻尾、10個作らないといけません。合わせ目消しが嫌になりそう。ビライズモード完成。ソード、カ
相互に瞬着で固定。鎌の加工ピンクのパーツの平ダボを切除、塗装後に適当に固定します。ホワイトのパーツは後から差し込めるようにスリット状にします。けどマステ張りっぱなしだといつまでも乾かん。テープ剥いだら乾くのも早いので乾燥後きれいにします。
い宝石っぽいところや胸元のリボンを筆塗り、指定では塗り分けの必要がないんだけど、手首のバラと足首のリボンを筆塗りしてみました。全てのパーツの着色が終わりました。魚体形は艶消しで、武装などは光沢クリアーで最終塗装しています。こだわりの造形にはこだわりの塗装、塗装前に軽く筋彫りを追加してあります。ホワイト、パール、クリアーピンク、ラフシルバー、クリアーピンク、エリトリアリボンを筆塗り、艶消しクリアー、光沢クリアーと重塗装してあります。バラ、まあ組み立てたらほとんど見えないんだけど、発表当初からアイデアがありました。この穴開きのパーツに色づき UV レジで埋めてステンドグラス風にできるんじゃないかと。ダイソーでライトピンクの UV レジンを購入。裏側からマステを隙間なく隠しはないようきっちり貼ります。マステのノリでレジンがなし肌になると思うので、最終的に光沢クリアーも塗装予定。もうね、びっくりするくらい面倒くさかった。釜部分だけにします。透け具合です。かっこにっこり。フリルの癖がついているので水で濡らして戻してみます。ナイロン製だからきついかな。目玉クリップで挟んで吊るしておきます。このままだとタイトスカートになっちゃうので、輪側を絞る方法を考えます。プレートも含めスカート
丈は20ミリくらい。ハンダゴテで切断していきます。ほつれもなくなるのでこの方法で。ボンドでスカートを仮固定。スカートの裾部分も木工用ボンドで仮固定。絞ってみます。残りの糸を瞬着で点付けしながらひだ部分を押さえ込み、超音波洗浄機で木工用ボンドを溶かし分解。余計な部分を切り、ほつれ止めに瞬着を塗って完成。スケスケスカートの完成です。可動範囲も広がっています。